あ、海、いた？そっちに。いえ、いませんでした。もうどうするのよ。次のコーナー、トップはほのかのソロでしょ？それがいなくなるとか。ごめんね、ほのかちゃん見つからなくて。どうしよう。これだけ探していないってことは、あの可能性しかないかも。あの可能性？そう、実はほのかちゃんは最初からいなかった。え？いたと思うけど。うん、ずっと一緒に歌ってたよ。みんなと歌いたいっていう思いだけがこの会場に飛んできていて、本当のほのかちゃんはもうこの世には。キャーって、そんなわけないでしょ。まあどっちにしろいないことには違いないし、ここはもうニコがトップで出るしかないわよね。なぜニコがトップに？だってこういう時はもうニコがトップって決まってるじゃない。じゃあそういうわけで。待って待って待って、今からそんなことできるわけないでしょ。よく考えて。っていうか、なんでこういう時ほのかばっかりトップなの？それっておかしくない？それは今そんなこと言っても仕方ないでしょ。でも実際ほのかがいないわけだし、改めて順番決め直すしかないんじゃない？というわけで、まずはトップでニコが。待って待って待って、落ち着いて、もう一度ちゃんと考えて。そうです、考え直してください。海、私たちがソロやデュエットを歌うことの意味を。ってそこから。私たちはミューズというチームです。それが一人一人に分かれて歌うということには、それが必要であるという意味がなければならないはずです。それは、花よ、あなたはどう考えていますか？え、あ、私は、海ちゃん、ちょっといきなりすぎるかな。では小鳥、あなたは？え、小鳥は、ああもう、意味とかそんなのどうでもいいでしょ。とにかくニコは歌いたいの。一番にライトを浴びたいの。それって立派な理由でしょ。ニコ、そんな勝手な。そうですね。え、一人でも歌いたい、その熱意が結果としてチームのみんなにも広がって全体の力となる。ソロやデュエットにはそういう意味もあるのかもしれません。そうなの？そうよそうよ、さすが海、ニコの考えを分かってる。考えてたのかな、本当に。さあ花よ、あなたも勇気を持って。勇気？勇気は持ってるつもりだけど。勇気を持って、あなたがトップに。ちょっとちょっと、なんでそうなるのよ。ニコがやるって言ってるでしょ。いえ、ここはあえて日頃自分から前に出ようとしない花代が出ることに意味があると。なんだかまたおかしなことに。さ、花代。私はいいよ。それがいけないのです。あなたがトップに出るという熱意に目覚めることでこのコーナーをやる意味があると。だから、ニコが出るからそれでいいって言ってるでしょ。うん、もうほのかは見つからないし、みんなはバラバラだし、どうすればいいの。いい方法があるんやけど。え、何のぞみ。もう順番そのものをなくすんだよ。順番をなくす？そう、ソロ曲を一緒に歌う。おお、それなら順番で揉めることもなくなるやん。なるほど、明暗ですね。うん、みんなで歌う方がいいよ。じゃあそういうことで、みんなで一緒にソロ曲を。ちょっと待って。何、小鳥ちゃん。あのね、みんなで一緒にソロ曲ってね、それってもうソロじゃないんじゃない？あ、ほーらね、やっぱりもうニコが出るしかないっていうか。犯人を連行しました。ほらほら、いたわよ、ステージの脇に。
ありがとう、リン、マキ。ちょっと何してるの、ほのか。次はあなたがトップで出るんだから、いきなりいなくなったりしないで。いなくならないよ。え？いなくなれないよ。だって、来てくれた人たち、こんなに盛り上がってるんだもん。ドリームセンセーションなんだもん。何言ってるの？いきなり。だって、そうだもん。みんながほのかたちに夢を見てくれてるんだもん。そんな夢を消したりできないよ。言ってることはよくわからないけど、観客席見てきて気合入ってるみたいだから、これでよしとする。そうね、とにかく急いで準備しないと。ちょっと待ってよ、そんなんでいいの？ニコ、トップで出る人が直前にいなくなるなんて、トップの自覚がなさすぎじゃない？やっぱりニコは反対。そんな、まだそんなこと。やっぱりニコがトップで出るわ。誰が何と言おうと決めたから。わかった。え、ニコちゃん頑張って。言われなくても頑張るけど。何言ってるの、ほのか。今さら順番を変えられるわけないでしょ。順番なんて関係ないよ。あ、それはうちの意見と同じ。のぞみ、話をややこしくしないで。すごいよ、集まってくれたみんなのパワー。やっぱりここは夢が集まる場所なんだね。夢のステージなんだね。それはさっきから聞いて。夢ってね、何を見るかわからないでしょ。何が出てくるかわからないから楽しいでしょ。来てくれたファンのみんな、そんな夢をほのかたちに見てくれてるんだよ。あ、夢を？そう、ほのかたち一人一人の夢と、それが集まったミューズの夢、それに来てくれたファンの人たちみんなの夢が集まって大きな夢になってるんだよ。ドリームセンセーションなんだよ。おー、ほのか。だから順番なんて関係ないの。だって夢なんだもん。ファンのみんなが楽しい夢を見てくれることが一番なんだもん。なるほど。そうですね、ほのかの言う通りです。そうね、じゃあニコがトップってことで。ダメよ。やっぱりほのかがトップよ、他にはいないわ。うん、そうだね。私たちが自分のことばかり気にしている間、ほのかはずっとファンの人たちの方を見てた。今一番ファンの皆さんと近いところにいるのはほのかよ。それは、というわけで、ほのか、次のコーナーのトップ、改めてお願いね。はい、そうそう、ドリームセンセーションにふさわしいこの夢の街でね。夢の街？そう、埼玉スーパーアリーナがあるこの埼玉市、その公式キャッチフレーズが希望の街と書いて夢の街埼玉市。へえ、そうなんだ、夢の街だったんだ。よーし、夢の街埼玉市でほのかたちのドリームセンセーション決めるぞー。わー、スマイル青悩み